もう蘇りの著者である梶尾さんと今日はごぼう畑から化石の森を目指します。はい、いや今日は梶尾さんと4億3000年前の化石を求めてですね、案内させてもらいます。とても光栄な登山です。途中にね、土あけび結構背が高いのがありましたね。そしてもうちょっとですね、はい、白岩峠に着きました。涼しい、立ち越しの杉越しですね。もうここからがね、標識がないルートで化石の森に行きますね。今ね、化石の森に向かって、まだね快適な道なんですけど、もう少ししたらね急な下り坂になりますね。一応ね、当たりをつけた尾根にね来たんで、あとはこれをひたすら下ります。気づかんですいませんね。何のことやらない、不思議ですよね。銀鱗草が、銀鱗草ですね。ちょっとね、ピンク、なんかこれは美味しそうですね。銀の竜の草って書いて銀鱗草。そしてここら辺まで来てね、やっと目印がね一つここにありますね。はい。ここら辺からは。分かりづらい、こっちをね、こっちをね、よいしょ。わあ、化石の道は遠い。よいしょ。こっちか。はい、急な坂をね降りていってます。ここら辺は分かりづらいし危ないですね。化石の森っぽいところに来ました。もう少しね下の方まで降りましょう。これとかね、子どもの落書きみたいな、うん、そんなはっきりね、うん、わあ、すごいね、貝が、これがすごいですね、うん、嫌いのねおにぎりでお昼ご飯です。ここにね座って食べます。
大牟田のお菓子ですかね、ジャーボー、これをいただいたんですけど、こんな感じでもういかにもね化石が彷彿するような落花生が入ってました。切った地干しにね三つ割りの足ですね、すごい。白岩山の最後のね登りが、小ぶりなガクアジサイですね、左ですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。よいしょ、3人で着きました。白岩山からね、雨はちょっと小雨ぐらい。無事にね化石の森に行くことができて、で課長さんもね案内することもできたんでよかったです。天気はね途中から、まあ、このように小雨になってしまったんですけども、なんとかね持ってくれたという感じですね。でこの化石の森はねルートにはなかなか乗ってないので、いきなり行くとなかなかね難しいのかなと思います。まあ、行かれる方はね、ガイドをつけるか、もしくはね、その山に詳しい方とぜひ行ってください。化石の森ね、もういつまでもそこにいてね化石探しをしたい少年にね戻れるような、そういう場所でした。いろんな山をねこれからも紹介していきます。登山家まちゃんでした。バイバイ。